スノコのトークショー始まります。はい、集まってください。ぜひお近くへ。昨日の優勝者の斉藤大吾選手もトークショーを喋りますので、ぜひお近くへお願いします。あんま喋んないけどいます。大吾はいます。います。じゃあいいですかね、始めますかね。いいですか。はい、どうぞどうぞ。まずは皆さんの結果の方から、まず僕なんですが、今日走ってません。昨日の単走決勝で、17位あと1個足りずで、それがそのまま今日の予選結果ということになって、はい、そうですね。今日も走れずで、車そこに展示ということになってしまいました。もうちょっとだいぶがっかりしてるんですが、気持ち切り替えて、次戦に向けて、頑張ろうと思いますので、そんな感じですかね。はい、僕もですね、高山さんよりさらにがっかりしているという、金曜日の予選で、ダメになってしまい、昨日の、今日のための予選で失敗してしまい、もう全然走ってません。なので、ほとんど見てる状態なんですけど、もう気持ちは恵比寿へ向けていってるぞというところですね。暗くなってる、暗くなってる。あ、すいません、すいません。まあ、でも他に1人いますかね。ね、最後どうですか。僕は調子いいですね。調子いい。はい、調子いい。調子いいよね。相変わらず。相変わらず。さっきの単走を見てたけどね、サクッともう1本で点数出して、そう、最後ちょっと失敗してるんですけど、まあ点は出てるんで。何位だったっけ単走。3位。3位。3位。さすがですね。でもあれでさ、はい、岩井くんとかに点数抜かれたじゃない。はい、もう一回走ってやろうとかと思わない。ほぼ決勝、追走大事なんで、単走優勝はあんまり好きじゃないですよ。好きじゃない、はい、なんだっけ、川端さんが走る前に、川端さんが順位が上がらないと1回戦目できない、当たりそうな、そう、もう1回戦目に当たりたかったんですよ。あ、そうなんだ。で、マサトも当たりたいって言ってて、マサトやめれば当たったのにやめない。嘘つき決勝で当たるより1回戦で当たった方がいいの。1回戦で当たった方がいい。なんで。もうさっさと蹴りをつけたい。なるほど。点差、勝てば点差広げられるし、で、そう、なるほどね。白黒は気をつけてやると。そういうこと言いたいね、早くね。ですね。なるほど。じゃあ、次のお題ということで、はい、まずこう走ってるとき何を考えてるか、はい、僕の場合なんですけど、ちょっと調子悪いときなんかは、あそこどうしようとか進入どうしようとかって考えます。で、そういうときは大概点数出ません。なるほど。で、単走決勝で勝てた時なんかは意外と頭真っ白で、なんかこう遠くの方を見て、なんすごい体が勝手に動いてる感じですね。うん、で、その割に走り終わった後に何やってたかを全て思い出せる。めったにそういう風にならないんだけど、そういう風に何も考えないで走れてる時は結構結果出てます。それあれですね、アスリートのゾーンってやつですね、それきっと。そうなんだ。多分ね、ゾーン入りますね。ゾーン。てか、なんかずっとそのまんまじゃないの。ずっとゾーン。常にゾーン。常にゾーン。さすがっすね。本当に何も考えてない。まあ、なんかスタートしたらあんまり考えてないです。まあ、確かに、スタートしちゃうと考える余裕って意外とないんですよね。でさ、振り出しどうにかしようとかさ、早めにしようっていうとその通りなんないよね。なんないですね。もう意外とその走る前はこうしてああしてってあるんだけど、それを頭にインプットしといて走って、それに対して体が勝手についてくるみたいな、そんな感じで僕はしてますね。ありがとう。で、何も考えてない。考えてない。初めから何も考えてない。アメリカでフォーミュラ ID とか行った時に、はい、初めて走るコースが最初の頃あった。全部初めてでしたね。だよね。はい、そういう時もコースの攻略とか特に考えずに、なんとなく走って帰ってきた。まあ、向こうは機械じゃないんで、分かりやすい。みんな大きな声出せてましたね。簡単？でも壁に囲まれてるんで、ワンミス敗者みたいな、その辺が難しいですけど、あとはでも走り自体は単純だけど、だから深い。なるほど。はい。はい、じゃあ次はですね、はい、走ってて何かがあった時の対処方法、例えば車が壊れたとかね、で、はい、
意図しないような状況になった時にどう対処するかなんですが、本当はね、横井君が今いてくれればまさしくさっき ね起きたのでいてほしかったんだけど、はいはい、まあ、いなかったので松井君どうですか。そうです、まあ、壊れた時、まあ、壊れた時がミスった時なんですかね。おかしいなと思った時はそこで止めるべきか言っちゃうべきかっていうのはやっぱ悩みます。なんかちょっとおかしいなって時に本番でそのまま行って点数を取りに行っちゃって、もし車が途中でもう本当にどうしてもないぐらい壊れたらどうしようとか一瞬でいろいろ考えるけど、まあ、でも本番は行っちゃうかな。行っちゃいますね、無理やりだよね。で、旗から D1 見てるとクラッシュするまで大概みんなアクセル踏んでるじゃない。そうですね、まあ、頭おかしいよねみんなね、うんうん、もうで行くときはもう終わったときですからね、うん、そこまではもうどんだけそこの自分の思ってたところに戻せるかとかそういう感じですかね。大丈夫ですか。何でしたっけ。まあトラブルとかでなんかね、こう危ない状況になったとき不能になったりとか車がおかしくなったときは最後までも時々最近壊れないよね、最後、うん、まあでも行っちゃう、最後まで行っちゃうタイプですね。壊れるまでやっちゃうタイプですね。あれですよね、なかなか止められないですよね。止められない。練習中はね、加減ができるかもしれないですけど、うん、やっぱり意外とみんな単純で、はい、まああとあれだよね、なんかでぶつかると思った時に、はい、諦めてブレーキ踏んだら 100% ぶつかるんだけど、アクセル踏んでればかなりの確率でかすり傷で済むってことは多いよね。そこの見極めですね、うんうん、まあでも一般の人がねそんなことすると危ないし、僕会社でね、ABS とか、最近だと ESC っていうスピン室になった時に、はいはいはい、車の経路を回復するようなシステムを作ってるんですけど、まあ、一般の人はとにかく目いっぱいブレーキ踏むことをお勧めしますね。確かに今の車は ABS もねすごい性能いいです。うん、そうそうそう、はい、であとね、たまに会社でうちの会社でもやるんだけど、一般の人を水まいたタイルの上で車スピンする経験とかするようなこととか体験できる機会とかがあるんですよね。でそういうのを一回でも体験しておくと万が一何かがあった時に落ち着いて何もしないでブレーキを踏むことができる可能性があるらしいので、ぜひなんか機会あったらそういうのも体験してみて。知らないのでやっぱね、うん、大きな違いですからね。ぜひぜひ一度で、なんだろう、やっぱそういうのでデータ取るために全く普通の人を車に乗ってもらってどういう運転するかってデータ取ったことあるんだけど、はいはいはい、まあ、何も体験してない人ってやっちゃいけないこといろいろやる、なるほど、ね、で結果どっか発散していくみたいなことがあるので、まあ一回経験してみると多分なるほど、ね、何かの時に役に立つかもしれないみたいな。皆さん一度やってください、はい、じゃああとは、今度は質問コーナーですかね、はい、あ、はい、なんか来ました、先着2名様質問してくれた方、スノコさんのから素晴らしいプレゼントあります。シャツとかね、 D1 に関わることでも何でもいいです、それ以外でも興味本位なことでも何でも質問してくだされば素敵なプレゼントもらえます、はい、じゃあ質問ある人、お早い、はいはい、ちょっと詰めれる、斉藤大吾選手に質問したいと思います、はい、と普段は何をされてるんですか。普段も車屋さんですね、自分で車屋さんやってるんで、だいたい自分の車に、場所はどこでしたっけ。埼玉の所沢にあります。でも車屋さんって言ってもさ、一元さんの車とか触って全くいないでしょ、はい、でも普通の人がちょっと車検やってとかそういうのやってみれば全くないですね。ないんだ、はい、もし行ったらやってみる。隣に平面っていう箕輪真司君の店が隣にあるんで、もう紹介したいそう、皆さんは平面に行ってください。はい、はい、こんな感じでよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあプレゼントどうぞ。カードを聞いてもらいたい。はい、じゃああともう1名ですね。はい、質問ある方、みんな、はい、そうですよ、中を見ずに聞いてください。皆さんに、はい、それぞれ尊敬するドライバーは誰ですか。尊敬するドライバー、それ D1 の中で、はい、中で誰だ。ですね、はい、尊敬というか憧れとかなんですけど、僕の場合はやっぱり谷口信輝、折戸学という大先輩がいらっしゃるので、
あの人たちを目指して超えたいとは思ってます。ただ、森戸さんの夜は見習いたくないと思います。はい、ああそうか、そういう意味だと僕はですね、あの昔チームオレンジにいた田中和弘、なるほど、まあ、D1 出る前の知ってますか、D1 の下の大会とか出てる時に、はい、昔の大会ですね、審査員やってくれたりとかしていろいろ教えてもらったりとかで、まあ、あの人の走りすごい花があって憧れてたので、まあ、尊敬してるのかな、うん、そんな感じですね。こちらのみんな尊敬してます、はい、みんなすごいなと思います。誰もすごいと思ってない、ね、みんなすごいなと思って、はい、大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。